ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はどんな怖い話かな。今回は、屋上の女の子、など、怖い話をたくさん紹介するぜ。屋上の女の子、は、かなりの対策だぞ。おお、それは楽しみ。今回ご紹介する怖い話以外に、こんな怖い話があるよという方は、コメントで教えてくれると嬉しいぜ。うぷ主が、怖い、と思ったお話は、動画で紹介させていただきます。それじゃあ今日も、ゆっくりしていってね。これから紹介する話は、屋上の女の子、という話だ。なんか、青春って感じの題名だね。こんな青春は嫌だな。ひえ、それでは、早速聞いていただこう。某高校のサッカー部が、練習のため、毎日校庭にいたんだ。その時期は夏場ということもあり、汗だくで、水を補給しながら練習してた。そのうちの数人の生徒が、水分補給のためベンチに戻り、ダラダラと喋りながら飲んでいる時、日も傾きかけた西日をちらっと見て、そろそろ終わりかな、なんて思いながら、ベンチから立ち上がったんだ。その時、目の片隅に屋上が目に入り、人影が見えた気がして二度見したら、特に誰もいなかったので、そのままみんなのところに合流したんだ。それから、1時間弱くらい練習して、さて、上がるかとなった時、A が、なあなあ、さっきさ、屋上に綺麗な女の子いたんだけど、気づいたか?と聞いてきた。俺は、ああ、やはりあの時誰かいたんだな、と思い、チラッとだけど、誰かが見てるのは気づいたが、見た時は、もういなかったな、と、言ったら、少し離れた場所にいた B も、話に混ざってきて、おおお、あれな、めっちゃ可愛かったわ。の声に、見た奴らが騒ぎ出したが、なぜか、ほんの一部の人間しか見てなかったんだ。そこで A が、あれ?あれ?変なことに気づいたんだけど、見たって奴ら、全員レギュラーだけじゃね?と言ったんだ。そう言われてみれば、その顔ぶれを改めてみると、全員レギュラーだった。みんなは、不思議なもんだな。てか、レギュラーは余裕かましてちょろちょろしてたのかよ。なんて、話してた。でも、この時、おかしいなと、みんな思ってたんだ。それから毎日毎日、レギュラー陣は屋上を見るようになり、そいつらの話を聞くと、必ず3時頃になると、ひょっこりこちらを見てるらしいことが分かった。そんな話が出てきた頃、いつも大騒ぎして怒られてばかりいる、万年補欠のシート D が、レギュラーばかりって、やはりおかしいぞ。俺らがその時間、ベンチからずっと監視してみるわ。と言い出したんだ。それで翌日の部活の際に、D が、おい、みんなのために、カメラで押さえて後で見れるように持ってきたぜ。と、言い出したんだ。そして、それに調子に乗った C が、それならでかい声出して、俺が話しかけてみるわ。と、こいつまで言い出したんだ。それに対して A が、おい、やめろよ、かわいそうだろが。B が、そうそう、来なくなったらどうするんだよ。ということで、写真だけ撮ることにしたんだ。それから、いよいよ3時だ、という時、さすがにそれだけ騒いでや、みんな意識して、屋上に目が行くわな。そんな中、A、B、他レギュラーが、あ、いた。うん、どれどれ、いないぞ。いや、いるだろ。屋上の手すりに両肘乗せて、こっち見てるよ。そして、D がいよいよかとカメラを屋上に向けたんだ。いた、俺、レギュラーじゃないのに見えたわ。ん、おい B、なんかお前んとこ見てるような気がするんだが。まあ、それはいいとして、美人だな、付き合いたいわ。マジかよ、俺が明日、屋上に行って愛の告白でもしてくる。とか、また調子に乗り出した。翌日、部活の時 C が、よし、俺、マジで行ってくるわ。うは、見に行っていい。てか、行くわ。A、B もちょっと行こうぜ。そんなこんなで、みんな呆れつつも、やはり興味はあったのか。なら、多少サボっていいから、4人で行ってこいよってことになったんだよ。それで、4人で3時に合わせ屋上へ向かい、B がこっそりドアを開けてチラ見すると。あ、いた、C さっさと行け。わかったわかった、せかすなよ。と、ゆっくりドアを開けたんだ。そして、C はドアを開けたまま、固まって動かずにいるから、3人は揃って、何やってんだよ、早く行けよ、と促したんだが、それでも C は黙ったまま、動かずドアノブを掴んだままだった。そして D が、何やってんだよ、見せろ。ドアを開けてる二人は動かない。A と B は顔を見合わせて。ん?なんだお前ら。と、隙間から屋上にいるはずの女の子を見て固まった。お、おいえー。あ、B、見間違いじゃねえよな。なんだあれ。
A と B は女の子の姿を確認すると、即座に C、D を引っ張り、騒ぐな、静かに下がって逃げるぞ。わかった。その時、D が我慢できなくなったのか、わーわーわー、と、叫びながら逃げ出した、と同時に、屋上の女の子が振り向いた。女の子は腰から下がなく、振り向いてうつ伏せになったと思ったら、にやりとして地面に肘をつけ、交互に肘をカタカタ動かしながら、高速で近づいてきた。もうそこからは、全員が反響乱で、玄関に向けて逃げ出したんだ。しかし A と B は、C、D とはぐれてしまい、なぜか人気のない校内を二人で逃げ回り、すぐ後ろには、九段の女の子がニタニタ追いかけてきた。二人は廊下の角を曲がって、とりあえずトイレの台の方へ逃げた。もちろん別々は怖いのだろう、互いに同じ個室に入ったんだ。それから声を押し越して、10分くらい経っただろうか。外側は静かで、何の音もしない。そこで B が、ちょっと様子見てくるわ。と言いながら、個室を出た。少し落ち着いたのか、A は便器に座り呼吸を整え、B を待つことにした。その時、廊下だろうか。B のバタバタと走る音と、叫び声が聞こえてきた。うわぁ、いるぞ、下に逃げるしかない。という叫び声だった。A は、まずい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 、ん？今、B はなんて言った？下に、と言ったな。もしかして引きつけてくれたのか、その隙に逃げろと。そしてその言葉に従おうと、とりあえず耳を澄ませ、静かになったのを確認して、扉を開けようとした時、ふと上から視線を感じて見上げたら、奴が肘をついて、こちらをニヤニヤと覗き込んでいた。うわぁ。A は焦りすぎて、ドアノブをガチャガチャするがロックを外せず、やっとのことで開けることができたのだが、トイレから出る際に、足首をつかまれた。それを蹴り上げ、まっすぐに玄関へ逃げ出したんだ。外には B、C、D はもちろん、他の部員も集まり、A の青ざめた顔を見ながら、おい、大丈夫か？と声をかけてくれた。そして、今、顧問の先生呼んで、お前を探しに行ってもらってたんだ。その他にも、5人1組で4組が探しに校内に入ってる。と告げた。はじめに校内から出てきた D が、しどろもどろながらも、説明して助けを求めたそうだ。しかし、その後に出てきた C の話を聞くと、校内は全くの人気を感じなかった、という話も聞いたそうだ。そうしてるうちに B が出てきて、もうすぐ A も戻ってくるはずだ。できれば、みんなで助けに行きたい。と、パニックになっていたが、一度落ち着かせ、校内に仲間が入ったことを伝えると落ち着いたらしい。それから数十分後に、校内に入った仲間や顧問が出てきたのだが、顧問から、お前らは、何をふざけてたんだ、と言われた。だが4人で説明し、C、D だけなら普段から騒いでいるため、怒られるところだが、A と B まで切羽詰まった様子で話すので、顧問も神妙な顔になり、後で他の先生方とも確認するから、今日はみんな帰れ、と言い残し、その場を去っていった。その日は、これで部活動解散しようぜ、ということで、みんな帰宅していった。と、その時 A は、足首をつかまれたことを思い出し確認した。手の跡がつき、そこが赤黒く、濃いあざになっていた。すぐさま B、C、D を呼び止め、先ほどあったことを話した。そして、顧問のところに一緒に行かないか？と頼んだところ、C と D は、ごめん、今は怖くて無理だ。そういえば俺も写真撮ってあるし、後日じゃダメか？と聞いてきた。しかし A からしてみれば、そんな後回しにできるほど強くはなく、すぐにでも解決して、気持ちを落ち着かせたいことを伝えたが、カメラ置いてくから、ごめんな。と帰ってしまった。それを黙って見てた B が、俺が一緒に行くよ。今日中になんとかしないと、なんかあったら後悔するし、話しに行こう。ということになり、カメラを持って顧問のところへ行った。職員室へ着くと、顧問はどこにもおらず、他の先生に聞いたら、先ほど用務員と、3階の男子トイレへ行くと言ってたぞ。と聞いて焦ったが、それを追いかける勇気は、二人にはもうなかった。それから、二人で職員室前の廊下で少し待ってると、懐中電灯を持った二人が、こちらへ歩いてくるのが見えて駆け寄ると、手には、塩とお札が握られていた。それをちらっと見て顧問の顔を見ると、少し背け、隣にいた用務員が、お前たちか？と聞いてきたので、B と顔を見合わせながらうなずいた。そして、用務員室へ来るように促され、顧問と A、B で向かう途中に、少し話があったのだが、B に、お前、入学してすぐに生徒会役員やってたよな。お前は似てるんだよ。と話し始めた。A は、何ですか、
それ。と聞いたが、用務員は話を続けながら。B、お前さ、生徒会の先輩たちに、生徒会専用の宿泊施設に連れてかれたろ？覚えてるか？何かが、部屋で自分を見てた気がすると、先輩に言ったそうじゃないか。B は思い出したように。あ、そういえばそんなことがありました。部屋で見られてるというか、片付けしてる時に、押し入れにあった段ボール箱開けたら真っ暗だったけど、一瞬、中から見られた気がして。と。え、何ですかそれ、何か関係あるんですか？そこで用務員室について、中に入るように扉を開けた。あそこな、俺も噂だけしか聞いたことないし、その噂の箱も見たことなかったんだよ。噂の箱？そうだ、昔ちょっと変わった女の子が、生徒会役員にいて、その子はいつも綺麗な人形、10センチくらいのだったか、持ち歩いてたんだそうだ。そんな変な子、癖のある子だったので、ある時から、その女の子が学校でいじめられるようになって、生徒会室に隠れるようになったらしい。先生方は誰も気づいていなかった。それでな、いじめてた奴らが、生徒会室に隠れてることを知ったから、他の役員へ命令して、生徒会内でもいじめるように強要し、人形のことを聞いて、真っ二つに切ってどこかに隠せ、というようなことをしていたらしいと、当時のことを話してくれた。ちょっと、それが何ですか？俺が誰に似てると？いじめっ子ですか？と、B は焦った声で聞いた。用務員はうなずき、アルバムを取り出してきた。以前、ちょっとした騒ぎが校内であったんだよ。これ見てくれ。そこには、B にそっくりとまではいかないが、背格好や髪型が似た青年が、集合写真に写っていた。でも、これな、と言われないとわからない感じ？なぜなら顔と手足がぐにゃぐにゃになってて、よくわかりづらかったせいもあったからだった。それを見て、顧問も A、B も息を飲んだ。なぜか顧問は息を飲むというより、唾をごくりとして、その生徒を凝視していた。B は、あの、もういいです。だから何ですか？どうしろと？焦ったように聞き返していた。この子な、事故にあって、今でも入院したままなんだよ。トラックに衝突されて、下半身不随だけでなく、意識が戻らないままなんだってさ。それ以上は、ちょっと待ってください。見てほしいものがあるんですが。そこで A は、自分の足を出して、掴まれたことを話した。足首を見た用務員と顧問は驚き、顧問は、これ本当なんだよな、ちょっと待ってろ、と部屋を出て行った。なんで B の話してる割には、B には何も起きずに、俺がこんな目に遭ってるんですか？そして、あのそういえば、他の部員に、その子が屋上から、俺を見てるとかなんとか聞きました。今考えてみると、生徒会の宿泊施設での視線に似た感覚だったかも。うん。そこへ、ガラガラガラと扉が開き、顧問と校長、教頭が入ってきて、A の足首を確認すると、校長が慌てたように、両親には学校から連絡を入れるから、一緒についてくるように、指示を出していたところに、君は、顧問くん、この生徒は、B と言います。この生徒も、今回の件に関わりがあります。と、教頭の方へ向き直った。校長、顧問くん、この生徒も一緒に行く必要があります。今は説明してる暇がないので、移動中にでも。と、慌ただしく学校から出て、先生の車に乗せられ、近くの神社へ着くと、入り口の前に、神主と思われる人が衣装を、着て待っており、すぐに中へと、通されました。来る途中に、A の足首はどんどん腫れ上がり、神社に着いた時には、あらぬ方向に足首が向いてしまっていて、完全に折れていることが目視できるほどでした。そして B などは、転換を起こしたように暴れて、お腹の肉を引っかいたり、伸ばしたりしていたのです。神社へ集まったのは、当事者の A、B とその両親、校長、教頭、部活顧問、クラス担任でした。神主は、初めに B を見つめ、それから顧問を呼び、別室に来るように話しました。その間、両親、校長、教頭、担任は、また別の部屋で待たされ、A は、布団が敷かれた部屋に寝かされ、見習いの方々の6人くらいが、囲むようにしてました。別室にて、B。まずは顧問さん、あなた、何か話すことありませんか？いや、入院してる子供というのは私の同級生で、当時の生徒会役員を、私はしてましたので、今回の話は少し、いや知っていました。その時、学校で何か起きてませんでしたか？顧問は少し考えながら、先ほどの用務員の話をすべて語り、当時の生徒会専用の宿泊施設の空き箱に、下半身だけのちぎられた人形が捨ててありまして、
それを発見した生徒二人が、大怪我をしました。その二人生きてますか？その当時の生徒で、以前私がお祓いした生徒がいるのですが、その子は車にはねられたと聞いてます。神主の話によると、同じ年頃の女の子の生き霊と、人形の魂のようなものが入り混じり、男の子に取り付いており、生き霊は、外して本人に戻せたものの、人形を捕まえることができなかったと話し出しました。続けて神主は、その時の女の子は、今どうしてますか？確か入院してましたよね？屋上から飛び降りて、記憶をなくしてしまったとか、でしたか？当時を思い出すように、神主は話し始めたが、同時にあることを話し始めました。実はですね、生徒会専用の宿泊施設に、私も入ったことがあるんですよ。それは、先ほどあなたがおっしゃった、人形の件です。段ボール箱から人形の気配はするものの、空っぽだったんですよ。で、神社へ持ち帰ることにして、持ち帰ったら本当に空っぽになったんです。ただ、糸のようなもので、その箱から学校まで伸びてるんです。神主は一度話を切り、お茶で喉を湿らせ、また話し始めた。それから、段ボール箱を持って、生徒会専用の宿泊施設へ戻したら、気配が現れました。結局どうすることもできずに、押し入れの奥に箱を入れて、箱にお札を貼っておいたんですよ。それから神主は、顧問の手のひらを見つめ一言。開けたでしょ。去年のことです。たまたま生徒会専用の宿泊施設へ行く用事があって、それを見つけたんです。で、お札というか、私が見た時には、もう文字が見えない状態の、ただの紙が貼ってあるような感じだったんですが、開けなきゃいけないと、なぜか思ったんです。そして開けたら、ものすごい視線を感じて、昔の話を思い出したんです。それで怖くなって、屋上の用具入れにしまっておきました。顧問はうなだれながらも、話しました。それにしてもなんでなんでしょ。生徒が言ってるような存在とは、全く違うんですよ。三つ混ざってるんです。二つは、以前私が関わったものと同じです。もう一つが、これが問題なんです。こんなの、見たことないんです。あの生徒は助かるんでしょうか？何が悪かったんでしょうか？私のせいならば、悪いものをすべて、私にぶつけることは可能でしょうか？顧問も生徒を助けるために、必死に訴えました。が、しかし、そこで神主は立ち上がり、先ほどから隣に寝かせている B の布団の上に、ナタを乗せ、周囲には不動明王、十字架、特に一つの宗教に縛られず、ありとあらゆるもので布団を囲みました。そして、顧問の耳元で、これは、ただの水ですとつぶやく。さて、この聖水を B 君にかけてみますね。数滴かけると、B が苦しそうに暴れて、うわぁクソガキ、てめえの汚い液をかけるんじゃねえよ、ブーゲー。と、口からタールのような黒い液体を流し始めた。さらにはノリトを唱えると、浮き上がったかと思うと四つん這いになり、攻撃しようとしてきたが、布団の周りに置かれたお札などから、出てこれずにいる。神主は、B をこのままにすることを、近くにいた若い見習いに伝え、顧問を連れて、今度は A のところへ、A がビクッとして、二人を見つめてると、神主が突然 A を蹴り上げ、頬を何度も何度も叩き続けました。A はびっくりして、顧問も初めはびっくりしていたが、すぐに間に入り、何をするのかと言いました。それを神主は黙って見ていた。すると突然、神社そのものがミシミシとやなり、のように音が響き始め、神社のすべての光が消え、真っ暗闇になったかと思うと、どこからか、血の底から聞こえてくるような、のぶとく、それでいて、なぜか聞き入ってしまう音、声がしました。その声に合わせたように、室内をほふく前進するような、少し引きずりつつも、確かに一歩ずつゴツゴツと動くものがありました。その時です。うわぁ、誰の声だかが聞こえ、続けざまに他の部屋からも何人かの絶叫が響き渡り、神主が大声で見習いに指示を出し、松明を作り各自に持たせ、その隙に、庭にも大きなものを設置し、明るくするように動かしました。すぐに周りは明るくなり、目を凝らすと、そこは地獄絵図と化し、集まった関係者の半分のものが、腕や足首、その退屈かの部位が、噛みちぎられたようになってる姿が見て取れました。一番ひどかったのが、B だった。部屋に寝かせられていたはずが、外に引きずり出され、上半身と下半身を引き裂かれたような遺体になっていた。すぐさま救急車を呼び、運ばせたが、B 以外にも、おそらく間に合わなかった人が出てるのではないかというのも、大げさではないほどの状態となった。
その際に神主だけは落ち着き、周囲の動き、個々人の確認をしていた。はじめに暗くなってから、A の目つきが変わったかと思うと、ニヤニヤしながら、肘でほふく前進し、飛び回るようにしていた。そして、掴まれて腫れ上がっていた足を、自らの両腕で掴み引きちぎっていた。それはもうひどいありさまで、両手でねじるようにちぎっていた。その後に、その足が単独で石を持った生物のように動き出し、足の中から、ニヤニヤした女の子の顔が覗き出し、それが徐々にでかくなって、1メートルほどに達したかと思うと、誰彼構わず腕や足に噛みつき、引きちぎるありさまを、神主は見逃さなかった。そして神主は、その正体をついに突き止めた。あれは荒神、台所の神などと言われてるが、中身は火の神で、それは、怒りをどんどん燃え盛る炎と化し、それが暴れる者と呼ばれ、時には悪魔とさえ言える存在である。これは黒魔術、誤った降霊術などによって、降りてくる場合があるもので、何らかの偶然が重なり、現れたものではないか？顧問さん、女の子は入院したままかもしれないんですよね。あくまでも噂ですが、あの後精神的に追い詰められたせいか、記憶を取り戻せないまま心を病んで、初めの頃は自宅療養だったのですが、近所で、ある事件が起きたあたりから、ニヤニヤとおかしな行動を取るようになり、隔離されてるとか、まあ、噂です。その近所の事件とは？ひどい話ですよ。そこに住む女の子は、普段から人形を切り裂いたりしてて、なんていう異常と言いますか、特にひどかったのは、女生徒が持ってた人形と同じ、小さい人形の中に肉を詰めて切ってたらしいんです。そして、事件が起きたんですが、友人を自宅に招き、その友人を興味本位で解体、解剖したそうです。まるで生贄、この辺では聞いたことがない事件ですね。学校でいろいろあって記憶をなくした時に、この時から離れて、九州の父方の実家へ行ってたようです。こうして屋上の女の子をただ見つけただけなのに、事件がここまでの大事になり、黒魔術などの偶然の重なりと同じように、なんということはない、日常の中でも偶然が重なり、怪奇現象から始まり、不幸な事件へと結びつき、その荒神を呼び覚ましてしまったことで、死者まで出す、大惨事へと繋がってしまいました。これは未解決です。あなたの近くにある某高校の話かもしれません。高校生は特に気をつけてください。思ったより大変なことになっていた。どこの高校なんだろうな。さて、次からは短編を紹介するぞ。お、短編だ。それでは、早速聞いていただこう。目が合う。もう一つ別の話を。小学生時代の通学路に、ものすごくボロい空き家があった。一軒あって、よく玄関ドアへ続く道に、鉄の柵の門みたいなのあるけど、かつては綺麗で立派だったであろうその家は、でっかい鉄の柵の門があった。ちょっと下校が遅くなって、夕方の日が落ちる頃に、その家の前を通ったら、鉄の柵の門が開いてて、何を思ったか門を通ってみたら、玄関ドアも少し開いてて、子供の好奇心なのか、何かに呼ばれていたのかわからないけど、少し開いてるドアを、中が覗ける程度に開けてしまった。何かが引っかかってて、その程度しか開けられなかったけど、夕日が差してるはずなのに、中は真っ暗で何も見えなくて、ふと上の方を見たら、人と目があった。その目は瞬きすらしないで動かずに、ただじーっと見下ろしてきてた。記憶はそこまでで、そっからどうやって家に帰ったのか、本当に覚えてないけど、あの目は何だったんだろうな。最近その家が取り壊されたから、思い出した。さほど怖くない不思議体験でした。おしゃれ。文才皆無だけど、ちょっと書いてみます。一ヶ月ぐらい前から毎日、視界の隅に人の姿が見えるようになった。雰囲気は男性っぽいけど、顔とか細かいところは、ギリギリ見えない。見えるたびに色が違ってるから、服装チェンジしてるんだと思う。その人を直視しようとしても、いつの間にか消えてる、お決まりのパティーン。オカルト的なものなのか、自分の幻覚なのかわからないけど、スマホいじってレス打ち込んでる今でも、視界の隅に誰かがいる。くっついてる。夜中に家でくつろいでたら、ドアに変な顔がくっついてた。お面くっつけてる感じで、たか、ラケンすっきりさせた感じの顔がくっついてんだわ。で、しばらくしても消えないから、いたたまれなくなって、酒飲んで、
気を紛らわしてたんだけど、相変わらず無表情でくっついてて、結局1時間はくっついてた。で、急に消えた。何が怖いって、それが急に現れたことなんだよね。新スポとか変な場所行ってないし、身近な人が死んだりもしてない。何の前兆もなく、急に現れて消えた。文字にするとあんまりだけど、俺にとってはシャレにならんくらい怖くてさ。今もビクビクして、生活してるわ。見えない。2時ちょい過ぎに小腹空いたから、近所のコンビニへ買い出しに行ったんだけど、帰り道、街灯から10メートル離れたところに、看板みたいな物体あるから、あれ？こんなところに看板あったっけ？と、思いつつも、近づいたらじいさんで、畑の方向いて静止してた。もしかしたらヤバいもの見てるのかもと思って、こういう時って話しかけちゃいけないとか、よくテレビでやってるから、知らんぷりして通り過ぎようとしたら、向こうから、こんばんは、と声かけてきた。なんだ人間か、と思ってこっちも挨拶したら、畑の方の空指さして、あの光ってるのが、羽田行きの飛行機で、こっちが成田行きの飛行機で、と説明してくれてるんだけど、全く飛行機らしき発光物体が見えない。最近視力落ちてきたから、そのせいかもと思い、適当に、なるほど、とか、ふむふむ、とか相槌打って、帰ってきたんだけど、夜の2時過ぎって、飛行機飛んでるっけ？てか今、隣町でき、川決壊して大惨事なんだから、話するならその話題でしょ、と思うんだが、と田舎だから、大体近所の人知ってるんだけど、見たことないじいさんだった。対応してる時は意外と冷静だったけど、自宅戻ってから、なんかだんだん薄気味悪くなってきた。変なヘッドホン。書いていい？2年くらい前かな、秋、でワイヤレスヘッドホン探してたら、ジャンク通りのキャップ前で、いつもやってる露店で、変な商品を見つけた。パッケージを見ると、メーカー名が6桁くらいの数字で、確かに23631、みたいな感じだったと思う。商品名はシェ、だった。これははっきり覚えてる。カラーは水色だった。アプト XHD 対応でノイキャン付きなのに、6000円と安かったので試しに買ってみた。家帰ってから開封したら、中の包装にも、メーカー名の数字がびっしり書かれててキモかった。ヘッドホンを起動してみたら、起動音はピロリロンみたいな電子音だけど、ひどく音割れしてた。この時点で、あ、外れかも、と思ったが、一応スマホと Bluetooth で繋いで音質確認。しかし、何度やってもペアリングができない。諦めてヘッドホンを外そうとした時、さっきの電子音とは比べ物にならないくらい、クリアな音で女性の声が流れ始めた。言語は、多分英語かヨーロッパのどこかの国の言葉。一部の発音が巻き舌だったから、20から30代くらいを思わせる声質だが、なんか暗いトーン。スマホに繋がって、YouTube でも自動再生されたかと思ったが、スマホを確認すると、接続されてない。他に Bluetooth をオンにしている機器はない。ん？となる俺。すると、音声はしばらく無言の後、カレン、ケイト？と、二人の人名らしきものをつぶやき、すすり泣き始めた。気味が悪くなり電源を切ろうとすると、いきなり、バリバリ、って爆音が鳴って、驚きのあまりヘッドホン投げた。それからは、電源もっかい入れようとしてみても、うんともすんとも言わない。当然ヘッドホンは捨てた。2週間後、また秋、野呂店に行った時に、そのヘッドホンについて、店主のおっさんに尋ねたが、覚えてない。と言われた。Google 検索で、223631シェ、とか入れてみても、それらしき商品はヒットしない。未だにあの音声は何だったのかなぞ。一緒に行く。奈良にある、そこそこ有名な古刹での話。そこの住職は87歳で、老衰で亡くなりましたが、病院に行くわけでもなく、死去する前日まで、朝夕の吻行をしていたそうです。で、夕べの度胸が終わった後、一番弟子の副住職を呼び、わしは明日、行くことになった。これまでに全ての準備はしてきたから、何も心配することはないのだが、一つだけ、栗にあるぬか漬けを、別の容器に移し替えておいてくれ。説得したんだが、どうしてもわしと一緒に行くと言って聞かないんだ。こう言ったそうです。副住職は訳がわからないながらも、言いつけられた通り、かゆと共に出すぬか漬けを、別のポリバケツに移しておきました。果たして翌日の昼、自室で正座していた住職は、コロリと横に倒れ、
大往生を遂げたんです。まず医者を呼び、老衰の死亡診断を得た後、葬儀の準備が始まりましたが、副住職は、前日の老子の言葉が気になり、ぬか漬けのあった土間に行ってみると、昨日まで漬物を入れていた年代物の瓶が、真っ二つに割れて転がっていたそうです。そこで副住職は、ああ、一緒に行くと言ってたのは、これのことなんだ、と、わかったということでした。なかなか不可思議な話で、瓶にも霊魂があるものなのか、老子には、瓶の気持ちがわかったのか、そのお寺の宗派の教義は、どちらか言うと霊魂には否定的なんですが。なんと、一緒が良かったのは、瓶だったのか。まさか、だよな。不思議なお話だね。さて、次のお話は、かなり嫌なお仕事に関するお話だ。どういうこと？仕事だから仕方ないが、こんなところ行きたくない。それでは、早速聞いていただこう。もう一つの店の話。とある地下街の和食店。ここも、長く続く繁盛してる店。撮影メニューが多く、個室もない店舗で、人の出入りが、アイドルタイムでもそこそこあるから、どこで撮影すんのかなと思ってたら、厨房から降りられる地下室があるってことで、そこでやることになった。厨房に入り口って、なんだそれ、と思いながら、人一人今日通れるくらいの階段を降りていくと、蛍光灯一本の、薄暗い空間。こんなのあるんですねー、と聞くと、どういう経緯でできたのか知らんが、地下街がオープンする前からあって、もともと別の所有者が、別の用途で使っていたものを、場所がちょうど上だからってんで、繋げてもらったとか、そんなことあるのか、と、正直思った。場所で言うと、地下4階くらいになって、インフラ設備との兼ね合いもあるだろうし、壁もちゃんとしたコンクリートではなく、デコボコで、地下室っていうより地下房、和食店なのでワインセラーがあるわけでもなく、業務用の冷凍庫と、使わなくなった古い机や椅子が置いてある以外、何もない、殺風景な、穴蔵、だった。ロケーション的にあまり良くないけど、他に場所もないし、照明増やして、とりあえず撮影開始。店長が料理を下に運んできてチェック、撮影、上に引くの流れ。初めて30分くらい経った頃かな、時々、変な音がするのに気づく。機械音にも聞こえるし、人が、アート買うとか言ってるようにも聞こえる。冷凍庫？と思ったけど、発生源が違うし、トーンが途中で変わるので多分違う。奥の何もないところから、かすかに聞こえてくる。まあいいや、とスルーして、パシャパシャ撮ってたら、突然耳元で、熱い。って低い男の声。正確には、分厚い。みたいな感じ。なんだなんだ、と周り見ても、店長と自分以外いない。この時は女子くんいなかった。で、再開すると、また、あうん。聞こえてくる。無視して撮影続けて、1時間くらい経ったかな。一発目の定食でシャッターを押す前、モニターで店長と構図確認してたら、フレームの左上から、いきなり赤い何かがさっと入って、引っ込んだんだよね。一瞬だったけど、見えたのは、真っ赤にただれてる手だった。ひどい火傷した状態の手。ただ、被写体と比較すると実物はかなり小さいし、3歳児くらいの大きさ。店長も一緒にモニター見てるんだけど、何も言わないから、見間違いかなぁと思って続けて、また30分くらい経った頃、いきなり店長が、もう、って、呆れたようにつぶやいて上に、で、厨房から戻ってくると、小皿一枚、もしかして料理長が漬物間違えたかな？取り直し勘弁、と思ったら、塩持ってんの。それ、奥にちょこんと置いて、すいません、と一言、そんなことされても、苦笑いで、いいですよ、としか言いようがなく、でも、音はまだ聞こえてた。あうん。まあいいや、と思いながら撮影終了。で、撮影終わって撤収するときに、店長が塩回収したんだけど、表面が緑黒いの、ほんの2、3時間くらいで、衛生的に大丈夫か、ここ、と思って、ああ、だからこれだけスペースあるのに、冷凍庫しかないのか、と、ガテンが言ってほんのりした。場所的には、江戸時代は形状だったとか、昔近場で火事があったとかいう話を聞きました。その店だけじゃなく、地下街全体、割といるという噂。居心地良さそうだから、居ついちゃったのかもしれないですね。ひえ、確かに、仕事とはいえ、行きたくない場所だ。店長、慣れてしまっていたな。うん。今回のお話、皆さんはどう思われましたか？
コメントで感想を聞かせてくれると嬉しいぜ。では、今日の怖い話はここまで。動画が面白かったら、高評価ボタンを押してくれると嬉しいな。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。